タテ丼です。いろいろセットになってました。それではいただきます。ごちそうさまでした。美味しかった。じゃあ行きましょう。鼻が出てきちゃいますね。じゃあ餌の海鮮の方に行きます。エサぬか船の一直線の様子をしばらくご覧ください。ツーリング行こう。一緒に勝手ツーリング4台で走っております。いや最高だね。エサぬか船はね、いいね。噂のエサぬか船通れました。満足してます。通称エサぬか船を改装している途中ですが、今日はここまでです。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。2023。ちょっと電話がかかってきちゃった。はい、あ、お世話になります。はい、ちょっとごめんなさい。ちょっとね、私出先でね、電波がねあんまりいいところにいないんですよ。はい、失礼します。はい、はてはて、じゃあ行きます。すいませんね、ちょっとまた仕事の電話がかかってきちゃいまして。いいですね。はい、また真ん中行っちゃいましょう。突き当たりになりました。右折します。すごいね、草原、草原ですね。直進します。第25話、エサぬか船を越え、ただひたすらオホーツク海沿いを走り続ける。牛さん、国道に出ました。またどうぞ。猿払村、日本で一番北にある村、浜頓別町。網走239キロ、多いな。今日はね、紋別市というところまで行きます。ちょっとですね、なんかそんな気もしたんですけど、エサぬか線南入り口っていうのもね、こっちだったんですよね。ちょっと道間違っちゃいましたけど、そのまま紋別目指します。まあでもまるっきり行けなかったわけじゃないんで、ちょっと南半分は通れてないですけど、エサぬか線自体はね通れましたので、よしとしましょう。行っちゃろうかし。着陸 1.2 キロって書いてあるんだよな。ちょっとこっちの看板を信じますね。ん？もうすぐなってた。ちょっと分かんない。この辺の向こうなんだろうけど。
ああ湖見えてきた、よかった。ああ見えてきましたね、よかった。はい、グッチャロ湖、ここもね、ラムサール条約の湖ですね。ラムサール条約、これ前回も話したような気がするけど、ラムサール条約って実は別名で、正式名称はね、うんと長いんです。それがこちらです。特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。それからそれから、白鳥の湖、キャンプ場がここにあるんですね。でトイレもあるし、ここいいんじゃないですか。ちょっと私はここから簡易的ですけど、ジョルノ号の記念撮影。まだね、白鳥はいないですね。はい、じゃあグッチャロ湖見学いたしまして、じゃあね、今日はまだまだ移動しないといけないのでね、先を目指していきましょう。足湯100メートル先。またロータリー式のね、交差点に出ましたので、例によって「ぐるりん以降」で行きましょう。浜頓別町、門別126キロですね。まあさすがに遠いですね。ちなみにもう少しで正午です。今11時52分です。あとはひたすらこの国道を進んでいきます。うん、綺麗。頓別川でした。なんか眠くなってきちゃったな、また。いや、でもしましょう。こちらちょっと眠いです。うわ、神井岬と見た。迂回します、このトンネルを。電車が来ましたよ。結構な速度で、はい、トンネルを迂回しました。カブイ岬公園には寄りませんでした。伊佐市町夢街道オホーツク、これで、ね、優しいタウンって書いてあります、ね。うん、このね、優し町枝雪って書く。これ優しって読めないですよね。枝雪、優しはね、読めないですね。
本当にね、なんかね、この江差しっていう字を見るとね、枝の雪押しかなみたいなね、そんな感じがしちゃいますね。で、毎回読み方を忘れ、もう覚えましたけど、毎回ね、読み方なんだっけなって、枝雪じゃないんだっけ、なんだっけ。ちょっと休憩したいですね。枝雪で、だから違うんだってな、枝雪じゃねえんだって。江差し、江差しグリコ。あ、疲れた。まだまだですね。オホーツク海です。オホーツク海を下っております。しかしそんなに進んでいません。江差しの市街が8キロになってきましたね。歌でも歌うか、眠いから。何の歌？北海道。やーれんそーら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 ん、はいはい。沖のカモメに潮時聞けば、私は初鳥うんとかに聞けよ。えらいやさーどっこいしょ、あーどっこいしょどっこいしょ。相変わらず知らないの歌うね。あーね、ちょっと危険になってきた。あった、吸い込むといえば飲んでるな。よし、ちょっと休憩。それからどうした？セイコーマート江差し店を出発します。道間違えました。国道238号に戻りました。ホロベツブリッジ、海の波がここまで入ってくるんだね。道の駅マリーンアイランド岡島、船の形してますね。通り過ぎます。ツーリングしに行きましょう。小判染めツーリング、リターンズ。あれ、戻ってきた。大丈夫？なんか右手がね、また湿原っぽくなってる感じがしますね。これなんて言うの？おっちゅうべ？おっちゅうべ？おっと、後ろから来たのはこれは大宮ナンバーじゃないですか？
大宮ナンバーの車じゃないですかね。抜くなら抜けちゃない。はい、大宮ナンバーその通り、エサヌカ線であった人ですね。右は歌のぼりって出てきました。日米住んでるのかな、タバコ密服タイムか。紋別69キロ、オウム25キロ。そろそろね、精神的にも給油できると楽なんですが。抜かしてくんだよな。落とし米漁港、ごめんと渡って、あれが変わりまして、オウム町ですね。オウムタウン入った途端そうそう悪いな。オウムタウンは北九州すごいな。くっつけくっつけ、一周してる人いましたけど、大阪発でしたね。前で会った人は九州って言ってたような気がする。福岡って言ってたような気がするな。あー疲れたな。さあ市街4キロって書いてありますね。ちょっと道の駅オウムっていうところで休憩します。オウムです。風の谷のナウシカの気持ち悪いやつですね。はい、道の駅をあと1キロ、これに寄ります。高校もあるのね。ガソリン入れます。あー、ケツいて。現金でレギュラー満タンお願いします。655円です。はい、55円。ここいていいですか。610円がいっぱいあるんで使っちゃいます。はい、あ、どうもすいません、ありがとうございます。お疲れ様でした、ありがとうございます。道の駅オウムです。ここでいっか、ほら、いやー、ケツいて。まだまだ続くよ。はい、道の駅オウムね、先ほどのセイコーマートで買いましたね。ドリンクの残りを飲んでちょっとおしっこしたくなったんで、おしっこしてですね、それで出発します。じゃあ行きましょうか。オウム町、オウム返しされますね、きっとね。あ、そうなんですよ。あのね、思ったんですよね。今まで旭川ナンバーが多かったんですけど、今見たらね、北
畳になってるんで、ここの大牟町はもう管轄が北ビランバー管轄なんですね、きっとね。そう、ふと思ったんですよ。どこがその管轄の境だかはちょっと分かんなかったんですけど、少なくともこのオウムっていうところは北見ですね。ガソリンは給油しました。もしかしたら1回の満タンで思い切りずっとアクセル回してると100キロぐらいしか進まないんですかね。まあ入れられる時にね、入れとかないと後で泣いちゃいますもんね。100キロとなると意外とちょっと短いな。明日はね、ちょっと山っぽいんですよね。山越えっぽいから、まあ、すごい標高が高いわけじゃないんですけど、なのでね、もっと燃費悪いでしょうからね。何ですかね、あれは。あ、牛ですね。馬かなと思ったけど牛ですね。牛さんはいます。牧場ですね。細川牧場さんでしたね。あ、ここにもいますね。海が見えて牛さんが寝転んでます。2時を過ぎました。門別37キロって出てきましたね。37キロぐらいだと頑張れる気がする。車が多くなってきましたね、今までに比べるとね。オホーツク海でございます。道路はね、若干海岸から離れて内陸の方にね向かってってますね。湿地帯になってますね。この辺も湿地帯ですね。やっぱり日陰は寒いですね。今日は特にずっと移動してるからね、風を浴びっぱなしなので体が冷えてきましたね。おこっぺ町、おこっぺタウンに入りました。海が多く見えますね。道の駅すぐ出てくるね。道の駅おこっぺ2キロ、おこっぺ橋。この川濁ってるな。上流で雨でも降りましたかね。マヨロ行きの道はここなんですね。マヨロ70キロ、高校前、おこっぺ高校、逆側はおこっぺ中学校。今の川は澄んでましたね。今回はここで終わりにいたします。高評価ポチリ&チャンネル登録ポチッと。次回もまたよろしくお願いします。